愛知出身の内藤です。こちらの劇場もたびたび観客として来てたので、今日は自分の作品が上映できて、すごく嬉しいです。今日はご来場ありがとうございました。自主制作で先生を流産させる会という作品を撮りまして、でそれから商業 のプロデューサーの方とかいろいろつながりもできたので、本格的に商業映画を撮ろうと思いまして、オリジナルの企画をいくつか準備してたんですね。ただその僕ぐらい このネームバリューで、オリジナル企画を今日本映画で作るっていうのは非常に厳しくて、なかなかこう成立ができず停滞してた時に、今回このパズルの話をいただいて、ひとまずここは、いただいた仕事は何でもやっていこうと、やっていく中でキャリアを積み上げていって、オリジナルの企画をやれる土壌も作れるかなと思い、まずは、引き受けたという感じですかね。いわゆるデスゲームものなんですけど、多く作られているパターンで、犯人が犯罪的なゲームを仕掛けて、それを一般の人が多く巻き込まれるという、すごくたくさん作られていて、それと同じようになったら嫌だなと、どういった点で独自性が出せるだろうと考えてた時に、そのデスゲームってなんでわざわざそんな面倒くさいことをするのかっていう疑問があったんですね、もし殺したい人がいればさっさと殺せばいいのに、そんな回りくどいゲームをするのはなぜだろうと、むしろそういう人物こそ一番興味深いと思ったらです。デスゲームものの主人公は大抵はそれに巻き込まれる一般人か、それを操作する刑事ですけど、そうじゃなくて、そのわざわざ面倒くさいことする犯人の視点に立ってみてはどうだろうというふうに考えて、そこからこの何ですかね、脚色が始まってったという形で、結果的に9割ぐらい変えてしまったんですけど。はい、そんな感じでしたね。変えましたね。本当に原作の跡形もないぐらいそうですね。山田さんの小説って、独特で、言葉を選んで言うと非常に余白の多い文章で、そのまんま実写の生身の人間が演じるとちょっと成立しないなと思ったんですね、だからその肉付けをどうしたらいいかっていうのが、こういった方向性になったっていう、どうしても本を脚本を作っていくと、どうしても自分の内側からしか出てこないというか、そうですね、結果的になんか自分にあるものしか表せないんだなっていうふうに、だからその冒頭で湯浅が、落ちた中村を見てダダダって走っていくところがあるんですけど、なんかその走り方で湯浅のキャラクターを表したいと思って、きっとすごく変な走り方をするやつだと思って、で野村さんに走ってもらったんですけど、なんか違うって何回もリテイクしてって、でそうじゃないんだって思って野村さんの元に僕は走ってったんですね。そしたらその走り方がすごい変だったらしくて、で野村さんが、そうやって走ればいいんですねって言って、で走ったのがあれなんですね。でちょっと僕はびっくりして、俺はそんな変な走り方してないって言ったんですけど、他のキャストが、いや監督はああやって走ってますって言われて、ちょっとショックだったんですけど。なんか作品を作るっていうのは何かしらその自分の恥ずかしい部分を出すことになるのかなというのを感じました。クリオペトっていうドラマで最初ご一緒して、それが赤尾さんホラー映画出演するのが初めてで、で、結構面白いってことは言っていて、で、それは幽霊ものだったんで、一度スプラッター映画に出て血のりを浴びてみたいんだってことをおっしゃってて、じゃあ思う存分浴びてもらおうと思ってこの作品をお願いしたんですけど、二人にはまず作文を書いてもらって、この役が、この演じるキャラクターが嫌いなものってなんだろうっていうことで、嫌いなものをどんどん羅列してもらったんですね、そうした時に結局書いていくうちに、特にカホさんは、カホさん本人が嫌いなものをどんどん上げてってありましたね。そうですね、あの小説家嫌いなんだとかいろいろ、あのグループが嫌いだ、あのグループが嫌いなんだとか、
だからもうちょっと花穂さんの内側にあるものをできるだけ出したいなと思って、で、花穂さんを初めて僕がスクリーンで見たのは天然コケッコーで、多くの方もそうだと思うんですけど、すごく魅力的で、で見たのが2007年の夏ぐらいだったと思うんですけど、僕がちょうど将来どうしようといろいろ迷っていた時期で、それを見て、あ、映画が撮りたいかもしれないと思って、その直後ぐらいに映画学校に入ったんですね。なのですごくそのした花穂さんに自分の本格的なこうデビュー作に主演してもらうというのはすごく感慨深かったんですけど、観客としては天然コケッコー以降も全部作品見てたんですけど、非常に彼女は何ですかね、その映画の世界の住人じゃないような、本当はその世界の住人じゃない、なんか居づらそうにしてるなっていうのを、そういった異物感を常に感じていて、で不思議だなと、天然コケッコーの時はその世界の住人だなと感じたんですけど、なんかあそこから家を出て迷子になった人だなと感じていて、で悪霊病棟で演出してた時に、なんかその理由が分かったんですけど、監督が OK を出してもずっとなんかしっくりこないような顔をしてるんですね。でなんか聞いたら、どの現場でもそうなんだと、なんかどうも自分がやることに対してこれで良かったと思えたことがないと、だからなんか常にこの世界に居づらそうな印象を僕は受けたんだなと。で今回の作品はまさにそういうこの世界に居づらさを感じている女の子という設定だったので、まあ彼女には適した役だなと。でなので現場では彼女が演じてて、むしろスッキリする前に OK を出したりとか、編集の時点で、OK テイクじゃなくて途中の段階のものを採用したりしました。で屋上でめった刺しにするとこと、あと、ダンスのとこで何かしら開放感が味わえるようになればいいなと。なので屋上のとこでちょっとプシンプシンって切るところで花穂さんが微笑むんですけど、あれはそういうつもりはもともとなかったんですけど、動きの中で自然と出てきて、それはすごく魅力的だったので、なんかそこが出せたのが良かったかなと。はい、で野村さんはそうですね、なんか本当に性格的にもなんかいたずらっ子というか、そうですね、少年みたいな、少年みたいな感じで、なんか真面目にこう役作りしたっていうよりは、一緒になんか殺人鬼の発言集みたいな本があって、一緒にこのセリフいいよねってケラケラ笑いながら見て、役を作るというより楽しんでったって感じですかね。でトマト攻めのシーンが撮影初日だったんですけど、現場は当然スタッフみんなドン引きしてたんですけど、僕と野村さんだけは常にこう笑いながらトマト突っ込んで、はい、ここに卵を落としたら面白くないって笑いながらやってました本当にスタッフドン引きしまして、はい、誰か死ぬんじゃないかと思うぐらいですね、はい、その中でも、野村君と監督はひたすら笑ってたという。そうですね。でもそれが、一般の人が引くぐらいのことを楽しむ役だから、俺たちがひるんじゃダメだっていうことで、決して心が折れないように笑っていたっていう感じです。はい。はい。そうですね。最後。はい。すごい暗い学生生活を愛知で過ごしたわけなんですけど、それが原動力となってようやくこうものを生み出せて、こう作品にできているので、その愛知のおかげだなと非常に健全なこう吐き出し方だなと。そうですね、表現に結びつけたと、そうですね。だからなんかストーカーとかで人殺しちゃう事件見ると、なんかちゃんと形にする方法をこの人が学べたらよかったなと、一言じゃないなと思っているんですけど。じゃあ映画監督になってよかったですね。はい、なんで、はい、本当皆さんのおかげですありがとうございましたけど、はい、いい締め方じゃないでしょうか